ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。江戸時代の話を聞いてると儒教っていうのが絶対出てくるじゃない？そうだな。でも古文で習っただろ？習ったけど、なんでそんなに流行ったのかよくわからないのよね。日本に広まったのはどうしてか、か。実際見てみると、日本と儒教の関係は奥が深いんだ。それじゃあ今日はなぜ儒教はこれほど広がったのか？について解説していこう。それじゃあゆっくりしていってね。儒教とは、まずは儒教そのものについて解説しよう。ちょっと長くなるが、まずここを理解しないと後に繋がっていかないから頑張ってついてこいよ。ええ？なるべく簡単にしてよね。儒教とは、孔子の打ち立てた思想が元となって、その後弟子たちによって深められていった学問だ。孔子は、今からおよそ2500年前の中国の思想家であり、哲学者だ。子曰くの子ね。儒とはもともと原始宗教で、神事を司る人である不祝の意味があり、祖霊の祭祀などを行う人々のことを指していた。そして孔子の母が儒だったとされている。お母さんが巫女さんみたいなものだったってことね。孔子はその原儒であった儒の思想を体系化し、現実の社会に適応する道徳理論として儒教の成立を推進した。じゃあ中国の原始宗教の影響も受けているわけね。孔子の死後300年の後、孔子の言葉をまとめた論語が弟子たちによって編纂された。論語は百済を経て3世紀に日本に伝わった、日本人が手にした最古の書物とされており、その後、現在に至るまで読み続けられている。そんな古くから日本に伝わっているのね。次は儒教の教えについて見ていこう。孔子の基本理念は仁という道徳概念だ。仁とは、ざっくりまとめると人を愛すること、他者への思いやりという意味だな。それぞれの個人が等しを体現することにより、社会に秩序が保たれるとされている。大事なことね。孔子は人間は社会的生物であることを前提とし、感情を形として表すための規則や慣行である礼を構築した。礼を実践することにより、家族が秩序立てられ、さらに家族を超えて社会が安定することとなるため、礼は社会規範となり、後に政治理論としても発展していく。社会で生きるんだから、家族や社会を大切にすることが国につながるってことね。儒教の目指す最高の人格は聖人だ。聖人とは、この世に生きている生身の人間の完璧な存在のことを指す。その聖人を体現したのが孔子だ。なるほど。自分のようになりなさいっていうのが、儒教の目標なわけね。孔子が自分の内的成長を表した言葉が十有五にして学を志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳従う。七十にして、心の欲するところに従えども、ノリを越えず。という有名な言葉だ。ああ、聞いたことあるわ。意味は私は15歳の時成人を習得する学を志した。30歳になった時、精神的にも経済的にも独立することができた。40歳で自分の人生に惑いがなくなった。50歳で天命を与えられたことを自覚した。耳従うっていうのは？60歳となり何を聞いても抵抗感も驚きもなくなった。70歳となってからは、心のままに言動しても、決して道徳的規範を外れることはなくなった。ということだ。孔子は74歳まで生きたが、その晩年に自らの奇跡を語った。じゃあ成人になったのは70歳の時のことってこと？そうだ。孔子の70歳の時の境地が成人の状態であり、その心は迷いなく自由であり、道徳的な極致であるとされているわけだ。孔子の人生自体が教えなわけか。儒教の最高の価値として天がある。天とは人間の価値の源泉とされているもので、物理的な天空や神格ではない。天外の地として人間に付与したものが嵯峨とされる。じゃあ嵯峨って何？嵯峨とは、持って生まれた人間の本性のことだ。嵯峨を与えた天は価値の源泉であるため、聖は善なるものとされる。なんか哲学のような宗教のような感じねー。儒教思想とは、孔子の死後は、弟子たち、そしてまたその弟子の弟子たちによって、儒教の思想や学説が深められていった。特に孟子は哲学としての儒教を深め、荀子は文献学として儒教を深めた。このような流れは孔子の唱えた儒教の宗教性に対して、霊教性として区別される。なんかややこしいわね。孟子は性善説を唱えたが、さっき説明した天は善であるということが、孟子の唱えた性善説の論拠とされている。性善説とは、性は善であることから、道徳の修養によって善は感化され、徳によって統治することが可能となるということだ。これが性善説の由来か。それに反して荀子は、生まれながらに弱い人間は、後天的な努力によって成人を目標に成長させることを徳性悪説を唱えた。どちらも儒教の学習によって自己を成長させることで誰もが成人になれるとする点で共通している。なるほど。結局は儒教を学ぶことで、良き者になれるってことね。
そして後に生まれた獅子学や、その後登場した陽明学は性善説を採用し、儒教の主流は性善説となった。まだ他の派閥みたいなのが出てくるのか。12世紀には式が儒教の一派である獅子学を成立させる。数ある学派の中で獅子学は、明の時代に国教と定められ、現代につながる中国思想の根幹となった。ええ。正式に国の学問になったのね。式は儒教の規範として四書五経を定め、教育課程と教科書を示した。四書は論語大学中庸孟子で構成され、現代の日本でも、数多くの翻訳本や解説本がそれぞれに出版されている。聞いたことがあるわ。日本では鎌倉時代に日本に伝わったとされ、知識階級に影響を与えた。江戸時代には徳川幕府が獅子学を正学として採用し、明治維新につながる思想の土台を築く。その後、近代日本においては政財界人や研究者など、幅広く日本人の思想に大きな影響を与えた。ずっと早くに日本に来たのに、根付くのには時間がかかったのね。儒教の理念は己を治め人を治むということにあり、その意味は自己の修養と同時に他者へ貢献するということだ。この言葉は大学に書かれており、大学は個人の修養を社会の貢献や政治へと発展させていくための、儒者にとっての基本的な教科書とされている。それは武士の価値観と合いそうではあるわね。儒教仏教道教の違い。中国における三つの宗教として、儒教仏教道教があり、三教と呼ばれる。長い歴史の中で、それぞれの宗教は対立と融合を繰り返してきた。そうなのよね。儒教も宗教っぽいし、なんか考え方も似てるわ。儒教の宗教性は各家庭における祖先祭祀の慣習となって個別化したため、教団が成立しない原因ともなり、庶民の宗教性への帰求の受け皿として仏教や道教があった。宗教としての儒教仏教道教は、習俗としてそれぞれの要素が混交されているという側面がある。祖先を祀るという考えは生まれたけど、儒教の教団はできにくかったわけね。例えば、日本で葬式仏教とも言われる仏教式の葬儀方法や仏壇などには、本来の仏教にはない儒教の影響が多く見られる。そうか。仏教には祖先を祀るって考えは本来ないけど、それは儒教が混ざっているからか。宗教とは異なる立場として、思想としての儒教と仏教道教は対立の歴史があった。道教の始祖である老子は儒教の形式主義を批判し、無意自然の自然世界を重視した。また、儒教は道教の不老長生を否定する立場だ。道教は儒教が形式的すぎだと思ってるし、儒教は不老不死なんてないって立場ってことか。さらに、仏教の輪廻転生という生まれ変わりの長い時間をかけ、懸命に努力して下脱に至るという教義に対して、儒教は否定する立場にある。生きている間に成人を目指すのが儒教だから、輪廻転生は関係ないわね。ところが獅子学を体系化した式の立場では、仏教的な因果論と道教の宇宙概念を儒教に融合させている。さらに、神羅万象を説明する陰陽五行説などは、道教、儒教ともに宇宙論の基盤となっている。獅子学難しいわねー。獅子学の基本は、世の中のすべてのものや事柄は、理と機の二つからなるとする力二元論というものだ。理は万物がこの世に存在する根拠を指し、機は万物を構成する物質を指す。ふんふん、両者は全く別の存在だが、お互いに単独では存在することができず、つかず離れずの距離で相互に作用し合う不利不雑の関係とされている。すべてのものに理と機があるってことね。また気は常に運動しているもので、運動量の大きな時を陽、小さな時を陰と呼んだ。陰陽の二つの気が凝集して火土金水の五陽となり、その組み合わせによって万物が生み出されるとした。確かに陰陽道みたいね。理は根本的なもので、これらの気の運動に対し秩序を与える存在だと考えられた。この力二元論から獅子学の組織が導き出したのが、静息理説だ。静は人間の本質で、静かな状態のもの。静は理であるとした。理は万物がこの世に存在する根拠だから、人間そのものは存在だけのものなのね。しかしこの性が動くことで情となり、動きが激しくなってバランスを崩すと欲になると考え、情は気であるとしている。また欲は悪であり、人は絶えず情をコントロールし、性に戻す努力をする必要があると説いている。人間が生きることで気が作用して、理とのバランスが悪くなるから努力が必要ってことね。こう聞くとなんとなく仏教や道教とつながりがあることがわかるだろ。禅宗とか陰陽道に近いのはなんとなくわかったわ。日本と儒教の関わり。さて、儒教について大体わかったところで、日本と儒教の関係について見ていこう。まず日本に儒教が公式に伝わったのは仏教より早く、百済から五教博士という儒教の五教師書類春秋を驚愕する学官たちが、日本に来た513年と言われている。仏教より早かったのよね。それ以前古事記の記載によると、5世紀には陰陽五行思想とともに伝来していたと言われ、
604年の聖徳太子による17条の憲法は仏教の影響も一部受けるものの、17条のうちの半分は儒教が由来になっている。へえ、でも確かに漢詩とかでも儒教の言葉が使われてるわね。その後、飛鳥時代には蘇我氏の影響もあり仏教が広まっていくが、645年の大化の改新では、中国の律令制を真似て、漢詩について定めた漢詩令や宗令など儒教の強い影響を受けている。この時代の中国を真似するなら、儒教の考えも一緒に入ってくるってわけね。平安時代初期の天武天皇の律令制においても、儒教思想が漢詩の要請に応用され、国家の学問や研究を担う式部省の大学寮でも、儒学が研究教授されていく。空海は若い頃まさにこの大学寮で官僚を目指し儒教を学んだが、その後大学寮を飛び出し、山林での修行に入った。空海は儒教ではなく仏教を極めるんだものね。仏教は聖徳太子の遣隋使派遣をきっかけに隆盛していく。804年の最初の遣唐使には最強空海がいた。聖武天皇が大仏造遊の御事を743年に発布し、鎮護国家のための仏教としてまず知識層に広がる。日本は仏教を国を治めるのに使ったわけね。平安末期から鎌倉時代になると法然の浄土宗、親鸞の浄土真宗、日蓮などが活躍し、仏教が日本人一般の精神生活の中に溶け込んでいく。儒教はどうだったの？一方で、儒教は大学寮での教授にもかかわらず、中国のように科挙制度として取り入れられたわけでもなく、儒教本来の価値が定着しないまま歴史や漢文学、陰陽道に押され、衰退していった。そうか。学問としては入ってきてたけど、いまいち定着しなかったのか。南北朝時代から室町時代にかけては、京都御山や鎌倉御山など主に臨済宗の禅宗寺院において儒学が研究されたが、10年にわたった応仁の乱により京都は荒廃し、儒学者も地方に散らばってしまう。応仁の乱にはそんな被害もあったのね。室町から江戸幕府が開かれるまでは、日本における儒教は、大学寮の妙陽道において博士家が天皇に継承を講じるなどの他は、禅宗の僧侶中心に、漢詩文などと並んで教養の一部として読まれるに過ぎなかったと言われている。あくまで学問の一つというポジションだったわけね。ところが儒教の派生の朱子学は、1199年に中国へ留学した荀攸が儒教経典を持ち帰ったのをきっかけに、日本に広まった。朱子学は京都御山や鎌倉御山などの寺院で研究が進められ、朝廷や一部の高僧の教養の学として定着する。え？儒教の中でも朱子学は違ったの？鎌倉時代の後期には、御山を中心とする学僧たちの基礎的な学問として広がっていた。後醍醐天皇や楠木正成も熱心に学んでいて、鎌倉幕府の滅亡から建武の新政にかけて、朱子学に基づいていると考えられる行動が多く見られた。朱子学は政治に食い込む勢いだったのね。しかし、これも1467年に京都で応仁の乱が勃発すると、京都の戦火を逃れて、都から多くの知識人や高僧が地方へと下り、地域の大名や武家へと朱子学が広がっていくことになる。応仁の乱ってそれほど大きな戦だったのね。江戸時代に大ブームに。だが論語が日本国内で大きな広がりを見せたのが江戸時代だ。江戸時代になると爆発的に読む人が増え、出版が盛んになった。江戸時代で売れた本でトップ5に入るくらいに勢いを増しているぜ。どうして？徳川幕府は朱子学を推奨し、代表的な書物である四書五経が注目された。論語はその中でも重要な書物、学問への入り口として普及していったわけだ。朱子学のブームがあって論語も読まれるようになったのか。例えば戦国時代、武士階級で論語を知る武将は少数だった。加藤清正が前田利家から論語を勧められ、驚いたというエピソードがあるほどだ。しかし江戸時代、武士は文武の教養を積むことを求められ、藩の教育機関である藩校で論語を学んだ。江戸時代になって、武士も学問をするようになったわけね。一方、庶民階級では寺子屋が普及し、日常生活に必要な教養を身につけていった。また、藩校や寺子屋以外にも江戸時代は塾ができる。人気の塾は門人が3000人以上いたところもあったそうだ。幕藩体制であったため、こうした教育機関は全国に作られた。学ぶところがたくさんできたわけね。論語の広がりとともに、内容をわかりやすく解説した数多くの禁毛書が登場する。当時の広告を見ると、昼間忙しい商人や農民向けの禁毛書から藩校の先生用の本まであったそうだ。今でいう参考書みたいなのも登場したのね。中にはコラムや図版が入っているものもあり、本には僧侶が振られ、漢字や仮名で書かれているため、漢文と比べて親しみやすいことも人気の理由だったようだ。ええ。当時の識字率もそれだけ高かったのね。江戸時代に出版された論語の禁毛書は100種類を超えているそうだ。禁毛書が多く流通しすぎたせいで、今の神保町の古書店では安価で売られている本もたくさんあるそうだ。
古書としての価値が下がるくらいたくさん出版されてるのね。次第に論語は人間を作るための本として知られるようになっていく。日本人は教育や習い事の目的の中に人格形成のためなどの目的を掲げることが多い。礼儀作法や態度、言葉遣いといった人格を形成するための教えが書かれている。論語はぴったりだったわけだ。わかるわ。今でも習い事とかを行儀作法のため人格を高めるためって考える人多いものね。日本では中国古典をそのまま受け取るのではなく、一度自分たちの内部に取り込み、咀嚼して新たな解釈を加えたようだ。でもどうしてそんなに史学が流行ったのかしら？史学が流行った理由。史学が日本に伝わると、戦国大名をはじめ、多くの武士知識人がこの思想を学び、領地経営の基本理念に活用した。日本の支配者たちは史学を都合のいいように解釈し、政治のイデオロギーとして取り込んでいった節もある。どういうこと？例えば、史学の元になった論語の一部には、性の傾向が政治について孔子に質問した。孔子は主君は主君らしく、臣下は臣下らしく、父は父らしく、子は子らしくするのがいいと答える。ふんふん、傾向はよろしい。誠に、君主が君主らしくなく、臣下が臣下らしくなく、父が父らしくなく、子が子らしくなければ、私が王として穀物をたくさん持っていると言っても、それを食べられはしないだろうという文章がある。立派な君主になるための教えよね。そうだ。本来この文章は、君主は立派な君主になるよう努力し、家臣は立派な家臣となるよう努力することが重要、という意味だ。しかしこれが日本に伝わると、史学の学者によってアレンジされてしまう。どういう風に？君主が立派でないからといって、家臣が立派でなくていいわけではない。父が立派でないからといって、子が立派でなくていいというわけではないとなってしまったんだ。あれ？これはどんなに主君や父が愚かでも、臣下は忠節を、子は孝行を尽くさなくてはならないという意味で、明らかな曲解だ。しかし支配者にとっては、都合が良かったわけだ。上がダメでも従わなきゃいけないってなっちゃってるじゃない。だから当時の君主たちにとっては都合が良かったんだ。そしてどの政府もこの史学の思想を統治に利用していこうとしていく。洗脳みたいな話ね。江戸時代、日本流に手直しされた史学を広めたのは、当時の史学者たちだった。元は禅僧であった藤原正家は、文禄慶長の乱で捕虜となり、日本へ来た韓国の儒学者教皇から史学を学んだ。ああ、秀吉が朝鮮出兵をした時の話ね。藤原の正家の弟子林羅山は、徳川家康に才能を見出され、江戸幕府の相談役として積極的に政治に参加した。そして三代将軍徳川家光から土地を与えられ、史学を教える私塾の開設を許される。弟子が徳川時代に出世したのか。この塾は五代将軍徳川綱吉の時代に、湯島に移転して湯島聖堂と改称する。八代将軍徳川吉宗の頃には、この場所で町人たちにも様々な学問の講釈を行った。湯島聖堂って、ここから来てるんだ。しかし1790年には医学の禁が発令され、史学以外の学問を教えることができなくなる。そして1797年、林羅山が開設した私塾は幕府直轄の昌平坂学問所となり、武士が江戸時代の教養であった史学を学ぶ場所へと生まれ変わった。じゃあ逆に史学以外学べなくなってるんじゃない？幕末になると史学の思想は、尊王攘夷へとつながり、明治維新の原動力となり、明治政府が樹立した後も、史学の体制保持の思想は重宝された。史学のエッセンスは当時の終身という道徳科目の一つとして1945年の終戦まで存続していく。終身ね。当時の道徳みたいな科目だったのよね。終身の内容は史学だけではなく、陽明学の内容も混じっているから、終身は史学とは言い切れない。また、終身の授業形態も教科書を使わず、教師が口頭で教える形で、実施された授業の内容がどこまで史学の精神を継いでいたかは不明だ。でも、いろんな世代で曲解された儒教が広まることになっちゃったわけね。日本の儒教の特徴。日本は、古代から19世紀の明治維新までの長い歴史において、幅広い分野で中国文化の影響を受けた。政治制度では律令制、思想宗教では儒教、中国仏教、文化面では漢字などもある。そうね。まあお隣の国だものね。とはいえ古来から、日本はこうした中華文明の全てを受け入れることはなく、日本の国情に合わせて取捨選択し、あるいはある思想を受け入れたものの、自ら修正発展させてきている。そのまんま真似したわけではないってことね。例えば、政治社会制度では、日本は科挙、宦官制度を受け入れなかった。また、社会風俗では、女性の転職も日本では採用されなかった。そういえばそうね。科挙とかはどうして取り入れなかったのかしら？科挙制度を採用しなかった理由については、様々な学説があるようだが、日本の歴史では、トップの支配者が交代しても、
その下の有力な貴族、有力豪族、武士は時代を超えて生き残り、高級官僚の地位を確保してきたこと、というのがある。ああ、確かにそうね。また、中央集権的な体制を基本とした中国の歴代王朝とは異なり、日本では、地方分権封建体制を基本とする時代が続き、中央政権による強力な支配システムを採用しなかったことなどが大きな理由と考えられている。中央集権を目指しても、地方にどうしても権力が分散されちゃうのかもね。宦官制度を採用しなかった理由も諸説あるが、日本民族の一部は大陸からの騎馬民族であったとしても、日本では牧畜用は主流ではなかったから、そもそも動物に対する去勢術も普及していなかったため、人に対する去勢は技術がなかったとの説もある。そうねえ。そもそも去勢に詳しくはないでしょうね。中国の儒教というのは、同時代のギリシャ哲学と比較して、抽象的な観念の議論には熱心ではなく、人生哲学と人としての修養の研究を重視したが、日本の儒学は、中国儒学よりもさらに抽象的な世界観の思考には疎かったとされている。抽象的な哲学が苦手ってこと？例えば、飛鳥時代から奈良平安時代において、儒教は主として政治思想として受け入れられ、抽象的な世界観の多くは議論されなかった。政治の思想で哲学として取り入れられたわけじゃないってことか。また、室町時代の後期には、儒教の教育機関である足利学校で易経が学ばれたが、ここでは、儒学の世界観としての易経ではなく、むしろ占いとしての易学で、知識の多くは戦における占いとして利用された。聞いたことあるわ、戦とかでも占いを使ったのよね。江戸時代における志士学の解釈と発展では儒教が別の解釈をされたことがよくわかる。例えば、江戸初期の志士学の大家藤原製菓は、志士学の核心である力関係にも言及しているが、多くの場合理を倫理的な道理あるいは義理と解釈している。それは違うわね。理は原理とか秩序だから、もっと大きなものだわ。他の志士学者も生理問題を日常生活と密接な関わりのある修養の問題、あるいは人生上の問題としてしか捉えなかった。なるほど。確かに哲学的ではなくて、かなり具体的な捉え方ね。ある学説によれば、そもそも古代の日本は、中国に比べれば数百年遅れた文明後進国であって、抽象的な思考はまだ発達していなかったとの指摘がある。例えば、当時の日本人には、山、川、草、木といった具体的な事物に関する語彙は豊富だったが、これらの総称である自然との概念はなかったと言われる。個別には捉えることができても、全体では捉えられないってこと？でも古代ならともかく、17世紀以降の江戸時代で日本の儒学者たちが、抽象的な思考を重視しなかったことは、文明度の低さでは説明できない。この点に関しては、日本人の考え方は非合理主義的な傾向があって、思弁、論理的な思考が欠けているとも指摘されている。うわ、現代の私たちにも刺さるわね。そういうもんだからって結論付けること多いわ。江戸時代の志士学では、君臣関係についても中国との違いが見られる。つまり儒教の基本概念である徳及び忠の解釈の違いだ。これはさっきちょっと出てきたわね。中国の儒教に基づく政治の基本の考え方は、孔子、孟子の時代から王となるべきものは徳を備えていることが前提条件であり、仮にこれが欠けていれば、討伐革命が許されるとの考え方が根本にある。王が優秀じゃなければ、それは王座から引きずり下ろされても仕方ないってことね。江戸時代の初期でも、この考え方は受け入れられており、林羅山もこの考えに同意していたようだ。じゃあなんで変わってきちゃったの？17世紀中期以降、仁の思想及び有徳者王との思想は徐々に薄くなり、やがて君主に対する絶対的な忠誠、さらには天皇に対する無条件の忠誠に変わっていった。そりゃ当時の幕府にとっては都合の悪い考え方だものねー。江戸幕府は、中央集権体制ではなく、形式的には幕藩体制と称する地方分権制で、各藩の藩主の下で一定の自治権を有していたが、幕府による統治は極めて巧妙であり、大名が幕府に対して反抗することは極めて難しかった。また君臣は絶対的な忠誠が要求された。参勤交代とかで上手に地方の力を減らしてたのよね。また、国民を士農工商の身分に分け、士である武士の絶対的な支配を維持した上で、農工商に対しては、与えられた本分を守ることを強く求めた。こうした徳川幕府の基本的な政治制度、道徳的な規範は、秩序の安定を重視する儒教思想がぴったりだったわけだ。儒教というか、日本で曲解された儒教がぴったりだったわけね。こうやって見ると、日本では儒教は盛んではあったけど、本家とは少し違ったものだと考えなきゃいけないな。そうねー。日本人の柔軟さは好きなんだけど、哲学には弱いっていうのはドキッとしたわ。確かに日本の歴史を紐解いても、刑事上学が盛り上がった時代とかはないからな。すごい現実的なのかもな。
表面だけ捉えないで、深く知っていくことが大事なのね。儒教も掘り下げるとすごく面白いからな。ぜひ日本式じゃない儒教にも触れてほしいぜ。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。